ここまでのあらすじ。妹泉日和に甘える怠惰な学園生活を送っていた主人公泉智弘は、ある日突然のくじ引きによって生徒会長に任命される。困惑しながらも転校生の時はかの、はい、1学年後輩の錦あすみの勧誘に成功した智弘は、当面の課題となっていたシンポジウムを乗り切るも、前生徒会長鎌倉師匠の挑発によって文化祭で企画を成功させる約束を一同の前で宣言させられたのであった。やったぜ。同級生龍冠アメリとのハプニングで解散の危機を迎えたり、サッカー部の応援の途中で役員同士がお互いの秘密を明かしたり、アメリと一緒にカノのイベントの手伝いをしたりといった時間を過ごしながら、智弘は各役員たちと親交を深めていく。そして迎えた次なる生徒会の業務は、被災地における3泊4日のボランティア合宿。泥と砂と汗にまみれて疲れ果てた智弘を待っていたのは、うっかりの事故で女の子全員と温泉に入るご褒美だった。やがて合宿最終日を迎えた智弘は、訪れた海水浴の最中に今まで知らなかった感情を抱いていく。果たしてその正体とは？デデン。はい、おしまい。ここから本編。